こんにちは。お金で愛が変えるのかのシリーズになってきました。まあ、今回はね、私的にパート2をお送りしようかと思いますけども、お金で愛が変えるかっていうと、まあ、答えとしては変えると思うんですよ、ただしお金じゃない方法で愛をつかむ方法もあります。だからお金じゃない方法で愛をつかみたい方はそれを使えばいいと思うんですよ。ただやっぱり私はお金を多少使わないと愛を表現できなかったかなと思います。結婚式をするのもお金がかかるし、それからデートをしてね、気を引くのもそれなりに食事代がかかるし、それから私は車でデートをしていたんですけども、やっぱり車を持ってるってことによって積極的に女性を口説けるっていう環境もあったんで、車がなかったら多分私はそこまで度胸がなかったんで、恋人はずっとできなかったと思いますね。という感じで私はいろんなものに助けられて恋愛を成就させてきたりっていうことがありますんで、私の意見としては、お金は必要だったかなと思います。それから恋愛を維持しようと思っても、結婚生活を維持しようと思ってもやっぱお金が必要だなと思います。お金がないとどっかで亀裂が起きたりとか、俺は稼げないからお前稼げようみたいな、そういうね、共働き論になってきてしまったりとか、あと出産が不可能だったですね。私の場合は不妊治療ですからかなりお金かかったんですよ。で、不妊治療中は私ね、不妊治療やってみると分かるんですけども、夫婦ともども仕事優先じゃなくなりますから、完全に治療優先になりますから、明日の午後から来れるみたいな感じで断るって選択肢はないんですよ。断ったら医療関係の方も全部スケジュールが狂うから、本当にね、タイミングよく、妊娠ですとか手術とかそういったケアが受けられなくなって、確率はどんどん減るんですよ。出産の確率減るんですよね。そう考えていくと私はお金があってよかったなと思います。で、ちょっと一旦まとめさせていただくとね、お金によって痛めつけられてる方はもしかしたら意見が違うかもしれません。私の場合は、ああお金があってよかった、お金ありがとうねっていう瞬間ばかりだったですね。だからお金と私は仲良しになってると思います。でもお金と仲良くしてないとお金と対立しちゃうんですよね。だからお金によって助けられたとか、お金によって愛情を守っていただけたっていう気持ちにはとてもならないんじゃないかなっていうふうに想像するんですけども、分かりません。本当のところは私は自分の人生に起きたことでしか判断できませんし、自分の基準を持って違う人をあなたはそうでしょっていうふうに決めつけるつもりも全くないんでね。ただなんとなく思うのは、私はお金によって痛めつけられたっていう、そういうふうな思いは全然ないですね。いつもお金があってよかったと思うことばかりです。それこそお金っていうものが金額1円でも5円でも10円でもあってよかったなと思うことばかりですね。逆にお金がなかったらとっても困ったと思います。ただですよ、お金がなくて私はどうしたかっていうことがあります。ハワイで石を売るって話がありましたけども、そこら辺に落ちてる石を持ってきて、それをお金に変えるっていう、そういうワンステップを置いてお金がある状態にして、そしてそのお金で何がしかの欲求を解消するとか、欲しいものを手に入れるとか、問題を解決するっていうことをやりました。あとですね、どうしてもお金がなかった時に、お金はないけどもこういう働きをするんで、だからお願いできませんかっていうふうな労働とのバーターとかもやりましたね。他にもお笑いとのバーターやりました。これから3分くださいと、必ずあなたを笑わせるんで、わあ面白かったと思ったら2000円くださいみたいな形でね、2000円をいただいたりとかしましたね。で、実にその現場にいた人が10人いましたから、2万円になるわけですよ。みんな大笑いしたんでね。そういう感じで、結局何かをやろうと思ったり何かをやめてもらおうと思ったら、常にそこにお金で問題を解決したら一番最短距離だなっていう思い出がありますね。で、逆にお金を使わずに問題解決しようと思ったら、ものすごいね、労力もかかるし、それこそね、もしかしたら人には、おい、こいつ金も払わずにそんなことしようと思ってるのかっていう風になったかもしれません。やっぱりね、お金を払うってことは一つの誠実さの表現でもあると思いますし、弁償だってお金が一番いいと思うんですよ。ただ気をつけないといけないのは、愛情がないのにお金を積むと恋愛がうまくいきやすいってことを利用する人がいるってことですよね。それは私の主義に反するんで、やってる人はどうぞやってくださいって話なんですよね。で、そのお金の金額によってしか愛情を受け取れない人は、そういうふうなね、心ないお金にもしかしたら向かっていっちゃうのかもしれませんけども、私は愛する人に何かね、素晴らしい住環境を与えようとか、愛する人にとっても素敵な服を着てもらおうとか、愛する人に心地よい時間を送ってもらおうと思ったら、もちろんお金以外のこともやりますけども、プラスアルファお金にも助けてもらって手伝ってもらって、例えばたくさんの人にね、
協力をお願いするときにやっぱりねお礼とか渡した方が絶対いいと思うんですよ。ただで人を動かして自分のそのなんですかね、例えば彼女の演出のためにいろんな人に協力をお願いするときに多少お金を使ってあげるっていう誠実さがあるとやっぱり協力的になってくれますけども、いや微対一文払わないけども皆さん普段の暮らしをちょっと中断して俺のために何かやってねって、そこまでのカリスマは私ないですからね。それ多少なんかね、この前ちょっと俺お世話になったからこれって感じで、まあ多少ね包んで3000とか5000包んだりとかっていうので感じよく終わるっていうね、それはもう金額じゃない金じゃないよって言ってくれますよね。それこそ人を雇えば2万3万かかることでもお願い今回だけは友情に応えてみたいな感じでやってもらって、でただってことはないから3000とか5000払うことによってまあ気持ちが伝わるってことはありますかね、うん、で今回の動画の全部をまとめますと、愛でお金が買えるっていうこの言葉自体はものすごく、ね、冷たく映りますけども、分解していくと結局は愛情表現しようと思ったら、愛する人のために何かを提供しようと思ったら、まあお金はかかるってことなんですよ。でそのお金を払わずに愛情表現しようと思うとものすごい他のねもっともっと難しいものが要求されるんで、まあ一番、うん、シンプルに最短距離で行こうと思ったら愛情表現する時に使えるお金をまあ持っておくってことなのかなと思いますけどね、うん、まあ吉谷さんもそうですけども自分のお金の問題解決とか他者のお金の問題解決をそれだけをね生業にして数年間5年とか10年とか生きてみると、本当にこれお金はね綺麗事ではなくて、まあ、お金によって苦しめられる人とお金によって救われる人とかいるなと思ったら、私はお金によって救われる、そして救われたからお金さんありがとうっていう風な関係をお金と仲良くする関係をねお勧めしたいなと思いますけどね、うん、少なくともお金と仲が悪いっていう、そしてお金にねものすごく嫌悪感を持ってお金にも嫌われてるみたいなね、うん、まさに悪戦身につかずではないですけども、うん、なんかさ悪い感情を持つとお金が身につかずみたいな感じですかね。お金さんありがとうとかね、お金さんまた来てねとか、お金さんこんにちは出会いましたねみたいなの繰り返しがいいんじゃないですかね。結局お金って人が作ったものなんで、人が作ったものに何かしらの愛情を示すってことはそんなに変なことじゃないと思うんですよね。うん、どうなんですかね。いや、いってらっしゃい。